ニューヨーク国連本部の中にあるマット技術局がモンスターソーナー、つまり怪獣探知機を開発して完成させた。マットにとっては大変重要な新装置である。そして今、南隊員がその第2号機を乗せて日本に向かって飛んでいた。隊長、きっとカワスケになって怒ってるだろうな。何しろ俺が無断でゴーの身代わりにニューヨークに飛んじまったんだからな。お、やっと完成かご。大喜びするだろうな、次郎君。明日の誕生日に間に合わせんのに必死でしたよ。俺にその仕上げの落下を脱がしてくれないか。昔はな、俺もよく作ったもんだっけ。おできたな。ええ。ところでな、ご、明日の休暇願いは延期だ。また何か事件でも。いや、明日の朝早くニューヨークまで飛んでほしいんだ。隊長、お言葉ですが、ニューヨークに飛ぶんでしたら私にだって。南、お前のこの1週間の飛行時間は70時間をオーバーしてる。マットの隊長として隊員のコンディションは十分知ってるつもりだ。君は当分地上勤務に就く。いいな、ゴー、頼んだぞ。はい。次郎がっかりするだろうが。命令じゃな。南隊員、先輩から僕のプレゼントだと次郎に渡していただけますか。ああ、それは構わないけど。しかし楽しみにしてるだろうな。は？いや、次郎君がさ。ええ。ゴー、次郎君によろしく、南。岡隊員。マット J-005。了解。南隊員は？加藤隊長に無断で今朝早くニューヨークに飛んでったわ。え？先輩が僕の代わりに？ええ。コードナンバー001。こちら南。マット J どうぞ。マット J、コードナンバー005。どうしたの南隊員、定時通信も入れないで。いやね、隊長の顔が目に浮かんでしまってね。私の顔がどうしたんだね。いえ、その南隊員は任務を完了。ただいまの現在地は東経160ポイント北緯ですね。何？ゴー君は今頃次郎君と一緒に。こら、ごまかすな。命令違反の罰として1ヶ月間外出禁止だ。そんな殺生な。隊長、南隊員の現在進路ですとまともに暴風圏に当たります。暴風圏。中心気圧905ミリバール、最大風速60メートル。南隊のマッターロー2号機は3分25秒後に暴風圏内に突入。おい南、君にはモンスターソナーを安全無事に届ける任務があるんだ。いいか、改めて命令する。任務遂行のためにはできるだけ危険を避けるんだ。了解です。暴風圏を返します。よし。今頃次郎君喜んでるだろうな。ダダ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 キーン。それタコ村キングザールズ賛成だ。叩き飛ぶぜ。おいおい、そのプラモデル南さんが塗装してくれたんだぞ。子供との約束は守ってやるもんだ。そう言って無理に隊長に頼んでくれた。いい先輩なんだ南さんは。なんだあれは。しまった。隊長、アロー2号機の高度どんどん下がっていきます。南、南隊長、マッハの壁に突入。操縦桿が動きません。南、脱出しろ。そのままと海面に激突する。南。
落とせよ。南、脱出するんだ。脱出するかの。南、南、どうした南。今日と違ってやっぱり空気はうまいや。名前言って。あら、どうしたの。私水入れてくの忘れちゃった。ダメだな姉ちゃん、少し落ち着かないと酔いませんになりませんよ。何をしよう。よし、僕が組んでこよう。ごめんなさい。なに、これも訓練の一つだ。すいません。すげえな、かっこいいな。僕だってしびれるんだからな。姉ちゃんも無理ないや。次郎、いい加減にしないと本当に怒るわよ。よし、帰りは30秒だ。ジーン。早いな、ゴザ。はい、どうもありがとう。もう先輩がマットホームに戻ってる頃だな。私にも礼を言わして。うん、僕は先だ。こちらゴーです。本部どうぞ。加藤だ。ゴーです。南隊員は戻られましたか。ゴー、南は太平洋上で行方不明だ。え、南隊員が行方不明。え、マット基地から加藤隊長たちが行方不明の南隊員の捜索のために遭難海域に飛んだ。こちらマット J、 南隊員応答願います。南隊員応答願います。隊長や上野隊員は捜査に出発したわ。よし、僕も行く。ゴー隊員、何か。飛べないわよ。どうして。基地に残っているアロー号もジャイロも解体整備中よ。そうか。近藤班長、ん？あと1時間ぐらいで組み立てられますね。ゴー君、無茶言うなよ。いくらスピード作業でも5時間はかかる。それじゃ困るんです。僕もお手伝いします。何とかしてください。南隊員は俺のために遭難したも同じだ。俺の手で助け出す。無事でいてください。気がつきましたな。あ、まだ横になっていなさい。腕を少し負傷している。あなたたちが僕を助けて。森の中へ倒れていましたのよ。我々はこの島で海底資源の調査をしているものです。僕は南、マットの隊員です。マット、モンスタータックチームの。そうです。モンスターソナーが、これですから。大事そうに抱いて気を失っておられた。マットの方ならあの原因がわかるかもしれない。何か。この島に来て一月になるんですが、一日に数回岩山の方から恐ろしい怪獣のうめき声のようなものが。怪獣。今日にでも調査しようと思っていたところです。あ、その方は私に任せてください。何しろ専門ですからね。足元は危ないですから。
確かこの辺りだと思うが。おかしいな、怪獣がいれば一発で反応があるはずなんだが。あの声です。モンスターソナーめ、不意着のショックで狂ってしまったのか。よし、ここにいてください。はい。大沢さん、矢部さん、田島さん、どうでした。こっちへ来てください。よし、行こう。あることありませんよ。怪獣の声の正体はあの穴から吹き出していく風の音ですよ。なるほど、そうでしたか。まあ幽霊の正体見たり枯れ尾花。やっぱりこいつは正確だったな。危ない。この島には断続的に地震が起こっています。大丈夫ですか。大丈夫です。ソナーに反応が。まさか怪獣が本当に。あれは、怪獣が眠っている。ひとまず引き上げよう。1号より2号へ現在の状況を報告せよ。ただいま報告すべき情報はありません。いつ怪獣が目を覚まし暴れ出すかもわからん。今のうちに処理をしたいんだが。しかし処理するといってもあの洞窟を塞いでしまえばいいんだが。ダイナマイトがあればな。あ、そうだ。マネオかどうか地質調査用のもんなら少しありますが。うん、それでいい。早速やってみよう。早い方がいい。あ、南さん。どうしました。ひどい熱。大丈夫です。鍛えてある体です。こんな熱ぐらいで。とにかく寝てください。こっち。傷を見てみよう。いかん、破傷風だ。血栓がないわ。そうだ、マットに連絡すれば南さんの不時着機の無線が使えるかもしれない。驚いたな、ゴー君。組み立ての新記録だよ。はあ。ゴー隊員、南さんの不時着地点、東経160度、北緯 7.5 度の無人島。よし、分かった。あと10分もすれば止める。南さんは破傷風にかかったのよ。この血清を1分でも早く届けないと。よし、血清。おい、ゴー君、その老後はま…ゴー君、無茶するな。ゴー君、そのままでは燃料が足りないぞ。帰りのことを考えなければ、島には十分行けます。誘導願います。
着くまで。さあ早く早く続いて気をつけて。よし、埋めてしまった。よかった。今のうちで早く消せよ。早く。カラータイマーが赤になった。ウルトラマン頑張れ。だ
大丈夫だ。よかったな。さあ、早く。よし。もう助かる道はあります。ご覧なさい。マットの救助隊です。先輩もう大丈夫ですよ。うん、ゴー、ありがとう。お礼を言うのは僕の方です。二郎君やアキちゃんの分も。おーい、おさあ帰るぞ。よかったな。弾丸道路の工事現場に怪獣の化石が出た。次郎たちの願いも虚しく爆破命令が下った。だが爆破の煙の中から現れたのは人をも溶かす液を吐く蘇った怪獣だった。